ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW M4CS、はい、こちらをご紹介させていただきます。伊藤さん、ちょっと車両紹介の前に、はい、西日がそうですね今ちゃんとロールカーテン、はい、これからつけるように準備しておりますので、もう少しお待ちくださいちょっと時間帯的にちょっと日差しがちょっときつい時間なんですけど、ちょっと頑張ってお届けしたいと思います。で、今回ご紹介するこの CS、はいはい、裏店で一度ご紹介させていただいてるんで、そうですね、青いやつがありましたよね、はいはい、2回目のご紹介ということなんですけども、はい、ちょっと裏当てのとまた違った要素が、そうですね、盛り込まれてますね、はい、いろいろありますんでその辺を見ていきたいと思います、はい、で、前回りから行くと、はい、裏点青いのでしたけど、そうですね、今回も定番というか、そうですね、はい、アルピンホワイトですかね、はい、鉄板の、はい、そうですね、真っ白白のアルピンホワイト、はい、そしてもうとにかく一番目につくのがこのボンネット、そうですね、これ初めて見たんですけど、この形状といい、はい、まあ、実はこれ、カーボン、になってます。でちょっと国内ではこのカーボン設定っていうのがないので、まあ、本国仕様のカーボンボンネットをつけております。あ、なるほど、はい、ヨーロッパ仕様のやつなんですね。そうですね、はい、これがお値段がなんとびっくり何円なんですよね。そうですね、3桁でございます、はい、100万超えという部品になりますね、はい、これまた造形もすごいですね。すごいですね、ここがへっこんでてここがダクトっていう、はい、ダクトになってる感じですかね。で当然純正品ですから、はい、なんちゃってじゃなく、ちゃんとこのボンネットに、はい、つながってるっていう。そうですね、これちょっと排水気になりますけれども、はい、まあ、その辺純正ですからその辺も多分、まあ、考えられてるんでしょう、ね、と思いますね、はい、なるほど。そんなちょっと特徴なかなかないですよね、このボンネット。そうですね、やっぱり好きな方はわざわざやっぱり取り付けてる方いらっしゃるんですけど、おそらくそんなには多くないと思います。あ、なるほど、はい、ですよね。そうですね、そして後からやろうと思うとさすがにちょっと金額が金額なん で、はい、でね、なかなか勇気がいりますからっていう感じですよね。そんな貴重なパーツが今回もう最初からついてると、はい、ついてます。そして、まあ、外装の紹介に関してはもう2台目なんで、そうですね、バーッといくと、はい、まあ、この辺かなり引き締まった顔つきで、まあ、至る所が黒くなってたりとか、そうです、ね、リップにカーボンが使われてたりとか、そうですね、はい、はい、もう間違いないBMW フェイスでございま す、 そ、 す、ね、はい、そして横に回っていくと横はまたかっこいいですね。そうですね、でこちらも、まあ、ちょっと見ていただくとキャリパーが金色になってますので、はい、カーボンセラミックブレーキが入っている証拠でございます。これも超高額オプションじゃないですか、はい、そうですね、こちらもあの3桁万円いくこれももうついてたら嬉しいですね、はい、そうですね、なかなか の、 このセールスポイントが、そうですね、もともと軽量化を図っている車なんですが、うん、さらに軽量化ということでボンネットとセラミックブレーキ入れて、はい、だいぶ軽くなっているのではないかなと思います。ブレーキの場合バネ下重量の、そうですね、はい、低減もありますからね。なんで運動性能も抜群に上がってるんじゃないか、はい、で僕ら的に言うとホイールが汚れないっていうメリットも、あ、そうですね、はい、ありますね、カーボンセラミックだとあるんで、はい、まあ、その辺もかなりおすすめのポイントです、ね、そうですね、はい、そして車高も結構下がってますね、はい、これもちょっとオプションで、スポーツサスペンションという、まあ、ディーラーの方のオプションのものが入っておりますので、まあちょうどいい感じで今下がってるんじゃないですかね。そうですね、程よい感じで、はいはい、まあ、これ車外のタイホイールだと、まあ、もう少し下げたいかなとかっていうそうですね、あるかもしれないですけど、まあ、純正だと本当にバランスがいいです。バランスよくこう下がってると思います、はい、そしてミラーも、そうですね、こちらもカーボンのカバーを、はい、これも純正のオプションになりますが、これも地味にするんですよね。そうですね、はい、しっかりついてると、はい、ついています。オプション満載ですね。満載ですねそしてルーフはしっかりカーボンになって、定番のカーボンですね、はい、はい、いや、かっこいいですね、車がもう。そうですね、もう本当になんかこれ出来上がっちゃってるというか完成されてますよね、はい、うん、そしてリアもしっかり、はい、ゴールドのキャリパーになって、そうですね、カーボンになってますね、はい、でリアもカーボンセラミックで当然なってございます。そしてもう後ろに行きましょうか、はい、もう CS といえばこのテールですよ、はい、はい、随分眩しそうですけど、ね、西日が今直撃しておりますはい、CS といえばこのテール、そうですね、お値段140万円ぐらいでしたっけっておっしゃってましたよねそれはこの動画見て、はい、これも、まあ、今となってあれかもしれないですけど、はい、出た当時はもう最先端の技術を使って、もうちょっと特徴的な光り方をするテールランプなんですよね、はい、もうこれは事故れないですね。そうですね、事故ったら大変なことになりますね、はい、でも逆にこれもすごく高額なテールランプなんで、はい、こう真似するってあんまりないじゃないですか。できないですね、はい、だから特別仕様だと結構なんかいろいろ部品をこう、はい、流用なんていうのもあるんですけど、はいはい、これを後からつけてるってなかなか見たことないんで、なかなかそうですね、はい、ちょっとできないですよね、おそらく、うん、なんでこう後ろからついた時もおっていう感じはしますからね、インパクトありますよ、はい、そんなテールランプがついてると、はい、でやっぱり
この辺攻撃的な、そうですね、このトランクスポイラーと、トランクスポイラーがすごいこう主張してますよね、はい、でこう結構 BMM モデル、まあ、共通といえば共通なんですけど、このプレスラインがまたかっこいいんですよね。そうですね、ルーフトランクにつながる全部こう、はい、ラインが入ってますんで美しい、素晴らしいですね。もうそしてエンブレムはまあしっかり M4CS 入ってて、で、ね、はいはい、でこの辺のディフューザーなんかもやっぱりレーシーですね、はい、そうですね、もうレーシングカーそのものですもん。そしてマフラーも4本出しの、はい、この切りっぱなしというか、このそうですね、もう本当にそのままパイプって感じですもんね。ですよね。でよく見ると、まあ、しっかり M のロゴも入ってる、はい、ロゴが入ってますね、はい、おしゃれな感じも感じです、ね、はい、忘れないっていう、はい、もう外観は毎回言ってますけど、そうですね、100点です、はい、そうですね、もうこれしよう、確かにそうですね、こここうなってんのかとかないですもん、ないですね、はい、素晴らしいです、はい、じゃあ続いて内装を見ていきたいと思います、はい、コンフォートアクセスがついておりません。あ、ついてないんですね、はい、なるほど。え、コンフォートアクセス付きもあるんですか。いや、ないです。あ、やっぱりスポーツモデルだからってことなんですね。そうですね、はい、なるほど、もう余計なものはなるべく省くんですが、まあ必要最低限のやっぱり、はい、なんですか、装備っていうのはちゃんとついてますので。確かにドア張りがこれですかね。これでコンフォートアクセスついてても、そうですね、ちょっとちぐはぐな感じしちゃいますよね、はい、なんて言ったって閉めるとき、はい、紐ですからね、はいはい、もう本当に体育会系な車ですから。そうですね、もうそういう快適装備は忘れていただいて、 その辺はちょっとまあ省いてっていう感じ、はい、そうですね、車と対話していただける車なんで。 そしてもうこのいいっすよね、これ。そうですね、はい、もう本当にこれ軽量化測ってるんだろうなっていう、もうなんかちょっと音も、これファイバーなんですかね。これ多分そうだと思うんですよね、はい、モゾア張りで、はい、これだけでも多分結構軽くなってますよね。まあ、後ほど多分内装をこう紹介していただくんだと思うんですけど、まあ、センターコンソールとかもアルカンターラ素材とかにして、まあ、従来の 30% ぐらい軽量化されているので。あ、なるほど、はいはい、そんな内装になっていると、はい、でシート、まあ、シートもこれもまた特徴的なこの穴の開いたシート。そうですね、はい、これももう本当に軽量プラスそのスポーツ走行に耐えうるシートになってるのかなと思います、はい、もうちょうど今西日がなんか神々しいです。神々しいですねもう車も光ってますけど、はい、これでもこのシートって穴が開いてるから、はい、結構座ると違和感あるかと思いきや、ね、感じないんですよね。結局当たらないところが開いてるので、全然本当に何ていうんですか、座ってても穴開いてましたっけって感じなんですね。っていう感じですね、はい、はい、でハンドルは当然この M のちょっと太めの。そうですね、まあ、この辺好みは分かれるところだと思うんですけど、はい、僕は割ともうM に乗ってるっていう感じが、はい、そうですね、出て好きです。一応今これアルカンのハンドルになってるんですが、もともとはレザー。あ、なるほど、はい、で、はい、一応まあこれはアルカンも選べるよっていう設定になってます、はい、そして、まあ、今回の車コンディションがすごくいいということで、はい、シートなんかも M4 の その光るロゴのところそうですね養生が張ったままっていう、はい、結構カサカサになっちゃうんですよね。そうですね、やっぱり乾燥というか、まあ使ってますとどん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 劣化してきますので、はい、もう本当に今回の車コンディションが良好でございます。ちょっと乗ってみたいと思います、はい、もう安定の M4CS ございますって言ってもまあ2回目ですけど、まあ基本的なデザインに関しては、まあ、M4 そのままですけれども、はい、そうですね、はい、まあ、至る所、まあ、この辺がアルカンターラで CS のロゴが入ってたりとか、はい、もうダッシュボードの高級感も、高級感もなんか忘れてないですよね。そうなんですよね、高級感を保ちつつ、うん、まあ、そのちょっとアルカン入れてちょっとクラシックな雰囲気も出しつつ、こうバランスよくまとまってるのかなとは思いますね。レザーとちょっとグレーのステッチですかね、はい、グレーステッチ、はい、使われてたりとか。でその流れで先ほど伊藤さんがおっしゃってたこのセンターのコンソール、はい、アルカンターラになってたりとか、そしてもう最近ではなくなりつつあるこのハンドのサイドブレーキですよ、はいはいはい、これはやっぱこのまま残してもらいたいぐらいですね。そうですね、はい、ここは走りを楽しまれる方の中では結構必須というかポイント高いですよね。ポイント高いと思いますよ、はい、これ後からこうどうこうできないじゃないですか。できないですね、こればっかりは電子サイドの車は、はい、この辺はやっぱり非常にいいところじゃないでしょうか。そしてまあ使い勝手に関してはまあ最低限ドリンクホルダーとこの辺それぞれモードの切り替えボタンと、はい、ついてございます。そしてシートはやっぱり安定のホールド感のあるシートで、まあ、手動ですけれども、はい、ハイトアジャストも、はい、結構 BMW なんで。そうですね、はい、調整範囲も広いと。そしてペダルがちょっとスポーティーでかつおしゃれでございます。ちゃんとステンレスのカバーもついて、はい、いい感じですよ。そしてこの辺やっぱり小物入れ小物ついてるんですね。そうですね、ちゃんとついてますね、変わらないんですねこれ、はい、こんな感じでしょうか、はい、
でメーターももう最近みんなデジタルですけど、そうなんです、このもう変わらないアナログのメーター、はい、これがちょっとレーシーな感じをさらに倍増させております。いいですね。そしてまあ天井なんかはもう定番の黒のファブリックというか、はい、そうですね、はい、こんな感じでなっております。ちょっとじゃあリアの席も乗ってみたいと思うんですけど、ちゃんとここにも M のラインというか3色が入ってて、はい、シートベルトもそうですね、ラインが入ってる、はい、これがまたおしゃれですよね。そうですね、おしゃれさも忘れてませんね。で後ろの座席に関しては、まあ、正直はい、はい、そうですね、まあ、おまけというか、まあ、そうですね、正直ポイントとして、はい、まあ人が大人がこうゆっくり乗れるシートでは正直ございません、うん、はい、ちょっと一応念のため、はいはい、乗ってみたいと思います。よいしょ。まあ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 快適ではないですね。まあもう頭は僕175ですけど、はい、上は完全ぶつかっちゃいます。そうですね。そして後ろもこのはいドアの内張りと同じ素材なんですね。はい、同じですね。でもう本当に申し訳程度についてるこのアームレストもしっかりある感がある。そうですね、貼ってありますね、はい、でもうエアコンの吹き出しもなければ何もないんで、はい、もう本当に緊急用に人が乗るっていうそんな感じです。ここ言われるまで気がつかなかった。そう言われればここないんだね、小物入れが。代わりにこれが外に出てるっていう。これここに必要ですか？どうですかね。別にそこじゃなくてもいいんじゃないって話なんですけど、ま、前の方が、もしくは後ろの方が。でも後ろ本当にアームレストもなければ何もないんで、ちょっと本当に緊急用って感じです。はい、じゃあトランクも続いて見てみたいと思います。はい、そうですね。ちょっとじゃあこちらのリモコンで。はい、あ、なるほど、はい。もちろん電動では開きません。はい。はい、でトランクの広さまずまずですね。そうですね。はい、まあ、この辺は他の M4 と変わらないサイズ。はい、4シリーズと変わらない。はい、やってますね。はい、まあ、この辺もしっかりえぐってありますし、蓋も若干の収納スペースもありますから、はいはい、まあ、そういった意味での使い勝手に関しては、まあ、全く問題ないですね、はいはい、使っていただけるんじゃないでしょうか。でシートもしっかり倒れますからね。倒れます、倒れます、はい、ですよね、ここで、はい、だからまあゴルフだったり旅行だったりとか、そうですね、はい、使えます、まあ、ちょっとその乗り味の快適さはちょっと分かりませんけど、はい、まだこんなトランクになっております、はい、じゃ続いてボンネットも見てみたいと思います、はい、じゃあちょっとボンネット開けちゃいます。これ音がすごいんですよね。もう軽すぎて勢いがああ、そうなんですよね。あのこれすごいですね。これすごいですね。これもう、はい、本当軽く束上がると思います。あ、はい、もう全く力がいりません、はい、そして見てください、これこれなんていうんですか、このカーボンの目がこんなにでかい。そうですね、なんか面白いこう折り方というか、ちょっと特殊な感じしますよ ね、 すよね、かなり。そしてもうこの薄さ、はい、カーボン自体が薄くできてますね、はい、もうとにかく軽そう、まあ、実際上げるのも軽いですけど、叩いていただくと、はい、まあ、なんとなく分かるのかなって感じがしますけど、もうなんかカーボンというよりプラスチックの感じしますよね、はい、硬いプラスチックっていうそんな感じですね。そして先ほどのダクトがこんな感じで、そうですね、はい、ちょうどここに、ああ、なるほどなるほどなるほど、はい、あ、じゃあこっちのラジエーターの前に、はい、あれ、ここからだったと思うんですよ、ね、こっちかな、ちょっと待ってくださいね、はい、板尾さん全然違いますね、はい、全然この辺、ちょっと話を持っちゃいましたね、持っちゃいましたね、この辺でしたね、カットでカットで、はい、でエンジンはしっかりこう、そうですね、はい、M パワーと書いてある、はい、こちらもカーボンのカバーがついてます。カバーもしっかりカーボンになってて、はいはい、で馬力どんくらいで出てる、460馬力になりますね、はい、この軽さですから、そうです、もう本当にもう車体をぶん回せるぐらいの、はい、もう振り回せるぐらいのパワーはあるんじゃないでしょうか、はい。そも補強がそしてまたすごいですよ ね、 すごいですね。これももうとにかく目につきますけど、そうです、ね、ここ、はい、その脇のなんていうんですかね、ここここもしっかり全部つないであるんですね。そうなんですよ、こんな感じで、もうなんか本気な走りをこうできるよっていうのが一目でわかるような補強の仕方ですよね、はい、すごいです。はい、じゃあ続いて転倒周りを、まあ、2台目なんで、まあ、おさらいになってしまいますけれども、ちょっと見てみたいと思います。お願いします。でまずこれがデイライトの状態ですかね。このチューブが明るく光ります。そしてスモールで暗くなって、それぞれ LED が光ります。そしてハイビームはそれが明るく上に向く感じですかね。そしてウインカーはライトの上の部分が光ります。あとミラーの脇もちょっと特徴的な光り方します、ね、
続いてリアも見てみたいと思います。リア出ました、140万円の光、ものすごく特徴的なそれぞれのこのパネルが立体的に光っております。そしてブレーキは外側とハイマウントが、そしてバックはトランク側が光ります。そしてウインカーはランプの上側ですね。そしてバックフォグは両側のトランク側が光ります。ありがとうございます。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。はい、かけます。ありました。これめちゃめちゃいい音しましたね。やばいっすね、これ。なんかもうワクワクゾクゾクしちゃいましたね。はい、もうなんかこのボンネットがバンって上がるマフラーのこの音とかドアの内張りとか、そうですね、はい、なんかもう車好きをワクワクさせるというか、そうですね、かなりスパルタンな感じですね、はい、ゾクゾクさせる要素を盛りだくさんでしたね、はい、改造車の買い取り実績ナンバーワン、欧州車の買い取りはボンドカーズまで。よし、ちょっとまずこの ここからやる気にさせますね。そうですね。よいしょ。ちょっとでも力入ります、ね、そうなんですよ。でちょっと慣れないとこれあれあれってなっちゃうんですけど、はい、そして次に出てくるこのシートベルトがまたやる気にさせます。そうですね、はい、でいやいい感じです。僕ちょっと足が短いくせに、無駄にこうローポジションで、わかります、こう乗りたいんですよ。あの、はい、隠れる感じですよね、はい、肩の高さとこのなんだったらもう ここから頭しか出てないレーシーな感じで、いやこれフォールド感めっちゃいいっすね。めっちゃいいですね、はい、じゃあちょっと行きましょうか、はい、いやハンドルもちょっと太めで、もう正直僕の好みとしては、はい、もう少しステアリングを細くしたいです、はい、ただ、はい、この M モデルに乗ってるとか BMW のこのスポーツモデルに乗ってるなっていう感じは、はい、ありますよね、出てきて。そうですね、やっぱりこの太いステアリングが、うわこれすごい、なんだろうこれ、ちょっと待ってください、これはすごいぞ、なんか車の動きがちょっと待ってください、ハンドルちょっと改めて調整しまして、これ普通の車の挙動じゃないですね。そうですね、びっくりした、今ちょっと動かして、私もちょっとあそこのショールームに出し入れするのに動かしたぐらい、これすごい、ちょっと動かして本当に違い、おかしいなって分かるっすね、おかしいなっていうか普通の車と違う、違うなっていう箱感がすごい、はい、でもなんかこの辺はこう何ですか、目新しさは特にないじゃないですか。そうですね、一緒ですからね、こういうところありますけど、はい、車の作り的にはもうほぼほぼ変わりませんので、ただなんかすごく不思議な感覚がします。多分イメージがこう、はい、M4 のイメージで多分乗ってしまうと、あれなんか違うぞってなりますよね。そしてもうこの少し動かしただけでワクワクが止まらない感じ本当にあの高速試乗とかできれば最高なんですけどね。そうですね、これはちょっと高速乗る車ですよ。よし、行きましょう。じゃあ、わこれす本当に箱感すごいですね、なんかめっちゃ剛性ありますよ剛性高いですよね、すげえこれ、これはちょっと普通の乗用車の感じじゃない、もう全然乗り心地良くないですかこれ、なんかすごいこのなんていうんですか、いやでも若干硬いですけど、硬い、はい、ちゃんとでも動いてますね、足が動いてますよね、ベースのセッティング硬いですけど、はい、ちゃんと足動いてますね、まあ、普通の人が乗ったらもう全然硬いブルーなんでしょうけど、なっちゃうかもしれないですけど、ね、ちゃんとただ硬いじゃなくて、はい、フォーティーな味付け、これすごいぞ、なんか本当にスポーツモデルっていう感じですね。スポーティーじゃないですね。じゃないですね。スポーツですね。これは。はあ。これいいな。これちょっと本当にぶん回してみたい。ちょっとそんな技量はないですけど。直線なら行けますよ。直線なら。うわ。音がまたこれすごい。この音がいいですね。またなんかちょっとうるさいのとか、はい、そういうのと違う、違う部類の音ですよね。めちゃめちゃ力強い重低音が、
車の動きがめっちゃ素直、なんか本当にポルシェ乗ってる時みたいなワクワク感があるんですけど、これあいいですね、はい、本当にもうただ普通に街のプータしてるだけで楽しい。これは M も、はい、これここまで行くとこうなるんですね。そうですね、やっぱりこう CS、まあ、ちょっとあの GTS まで行っちゃうと、はい、行き過ぎじゃないですか。行き過ぎというか、まあ、確かに、ちょっとスパルタンすぎな感じになっちゃいますからね。感じしますよね。ちょっと街乗りで使うにはここがもう上なの、一番上、天井なのかなっていう感じのセッティングですよね。うわ、いやちょっとこれはでも最近ちょっと新しい M4 出てざわざわしてるじゃないですか。はい、してますね。買いですね。買いです、はい、かっこいいし。でシートヒーターなんかも、そうですね、シートヒーターついてたんですよ。これあれ、これシートヒーターですよね。ベンチレーション、ベンチレーションじゃないですよね。じゃないですね、はい、シートヒーターがついてると、ところどころなんかちょっと快適装備と。そうですね、はい、ちょっと待ってください本当に。こうちょっとブイーン、ちょっともうちょっと、もうちょっと走りたいです。俺をもうちょっと走らせてくれって感じです。ちょっと待ってください。今こう狭いところなんで、ちょっと安全運転で抜けまして、はい。ほんのわずかに本領発揮はできないですけど、そうですね。はい、ちょっと片鱗、ちょろっと片鱗だけ。そうですね。このメーターもなんか最近本当にデジタルの車ばっか乗ってこう。はい、視認性も良くて、いろんなものが一瞬でこう情報が目に入ってきてっていう、こうアナログのでも良さを今再確認しました。そうですね、あの、はい、シンプルに本当に情報だけ、必要なのだけを伝えてくれるメーターっていうのがやっぱアナログなのかなと思いますね、はい、本当にこのスピードと回転と。そうですね、まあ、多分なんですけど、なんかこうA45 みたいな、はい、うわうわみたいな感じじゃないと思うんですよ。じゃないと思いますね、はい、多分それなりのこの重量とパワーなんで、それなりの速さはあると思うんですけど、はい、そうですね、多分どこまでも踏んでいきたくなるような、はいはい、そんなんじゃないかなっていう。これ今開いてるんですかね、バルブ。開いてると思います。そこが全然わかんないですよね。これちょっと M ボタン確定オフ。あ、これ閉まってる。やばいやつだ。これやばいやつです。すごいことだ。いやでもこれ隣に乗ってても本当乗り心地全然いいんですよ。はい、そんななんていうんですか、あのスポーティーっていう感じしないです。こういう感じじゃないですよ。ちゃんと足が動いて。そうなんですよ。はい、まあそれはカメラマンも俺も乗ってみたいって言いますよね。言いますね。はい、俺のポルシェとどっちがいいんだっつって。はい、いいっすね、やべえ、いいっすね、これはやばい。これは楽しいっすよ。やっぱすごいっすね、はい、これは楽しい、すげえ、もうゾクゾクしましたもん。ちょっとやっぱこの一瞬で終わらせなきゃいけないのはやっぱ高速行きましょう。そうですね、これ高速必要っすね。今度高速行きましょう。まあ、半分合ってたけど半分合ってなかった。そうですね。いや十分なあれですよ、はい、強烈な加速でしたよ。やっぱり A45 みたいなドカーンっていう感じではなかったですけど、はい、やっぱりこう一瞬ターボラグあってグーってこう G 感じる感じですけど、はい、車のこの楽しさというかアドレナリンの出る感じは想像の 1.5 倍ぐらい上を行ってました。これちょっと走ってみたいな、まあ、僕当然そんなスキルないんで、はい、ちょっと広いところで、はい、あ、そうですね、なんか場所があればいいんですけどね、サーキットとか、これはいいな、これ余裕があればでも本当にちょっとファミリーカーと1台これ欲しいですね。そうですね、でしかもこの手の車になると、はい、そのもちろんその車のそのなんていうんですか、楽しさとか、はい、あのそういう魅力もありますけど、はい、まあ、本当はそこ気にしちゃいけないんですけど、はい、こう資産的な、そうですね、残るじゃないですか。見ますね、はい、はあ、やっぱりその辺役付きのいいとこですよね。そうですね、はあ、もうだってこれだけ評価されてる車ってなかなか値段下がらないですもん。まあ、もちろん最初はこうちょっと下がるかもしれないですけど、特に僕的にはちょっと M4 のこの最近の新型のざわざわ感からすると、はい、これってもう一回見直される気がするんですよ、はい、あ、そうですね、うん、
まあ、現行も多分見慣れたりとか、はい、まあ、あとは後期なんかも多分ゆくゆく出てくるだろうし、はい、まあ、あとはカスタマイズとかしてどうかなっていうのもあるんで、はい、まだまだ全然その評価する段階ではないと思うんですけど、はい、でもこれってもう変わらないじゃないですか。変わらないですね、この先、はい、だやっぱりいいな、これは欲しいな、これもう欲しいな欲しいものリストが大変ですね、はい、ちょっとでも本当にこんなポルシェ級にワクワクする車ないですか。初めて乗りました。そうですか、はい、まあ、いろんな、もうおかげさまでありがたいことにそんないろんなこう豪華な車とか、そうですね、速い車とか、はい、過激な車とか、はい、まあ、本当にちょびっとですけど触らせてもらったんですけど、なんか同じ方向向いてる気がしますね、ちょっとポルシェとかとか。そうですね、これに匹敵する速さの車って、まあ、ありますけど、またちょっと違う、はい、うわでもちょっとこの街乗りこう渋滞とかこれぐらいだとちょっと持て余してますね、はい、そうですね、はい、ちょっとこう踏みたいけど踏みたいみたいなそうですね、右足がちょっと疲れちゃう、疲れ、そうですね、確かにそうなんですよね、ちょっと渋滞中とかは逆に、そうですね、はい、ただあんまりギクシャク感はなんか低速でもないですね。あとはこの自分の走りたい衝動をどこまで抑えられるかっていう、でも開けちゃいますよ、ここで。そうですね、ちょっとバイパスなんで、ね、再びちょっと、気持ちいい、めちゃめちゃ気持ちいいっす。もうなんか北島康介割りの気持ちいいですね。いや、ほんと気持ちいい、あーつ早くちょっと焦点しちゃうとこでしょ。あー、危ない、これめっちゃもう一周したいっす、本当に。ちょっと今日は帰ります、はい、でもカメラマンが乗りたいって言ったら、ね、そうですね、カメラマンがきっと、カメラのないとこでカメラマンが乗ってきますから、きっとこれいいな。いや、もうちょっと過去一アドレナリンが出る試乗でした。確かにありがとうございます。これまあ本当ちょっと動かしただけでもあれなんか違うなってこう伝わってくる車なんで、ちょっとまあそういうのをこうみんな分かってもらえるといいんですけど、なかなか試乗ってなると難しいので、まあ多分全然その M4 とかはもう通じる、はい、通じるというかもうベースは一緒じゃないですか。ベースは一緒ですね、はい、でもなんすかね、この、まあ、足スプリング変えてたりとか、はい、まあ、タイヤがこうなってたりとか、はい、まあ、いろんな多分軽量化されてたりとか、ね、まあ、いろんな要素があると思うんですけど、はい、本当になんかちょっとこう特殊な動き感じ方をします。これはドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ、はい、で今回これカスタムちょっと聞くところありますか。そうですね、正直言うとちょっとこの車も、まあ、前回、A45 の時でしたっけ、どうかなと言ってたんですけど、なんかもうメーカーチューンというかで仕上がっちゃってますよね。なっちゃってますんで、まあ、お好みで本当にホイール変えたりとか、まずはそこからなのかなという感じですかね、はい、まあ、あと走る車なんで今回プロテクションを貼ってないんで、そうですね、まあ、プロテクションはちょっと貼っときたいかなっていう気はしますよね。保護していただいた方がいいかなって気はします、はい、まあ、貼り方も前回りとか前面とか、ね、まあ、選べますから、はいはい、そういったものがおすすめでございます。はい、というわけで今回はボンドカーズ大宮よりBMWM4CS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。